江田島は海上自衛隊の総会館。淡路が多総会館の3番館。艦名は広島県に属する江田島に由来する。1888年に海軍兵学校が東京築地から移転して、以来海軍ゆかりの島として認知されるようになり、江田島は海軍兵学校の代名詞となった。旧帝国海軍解体後も引き続き海上自衛隊。 第一十課学校及び幹部候補生学校が置かれている。宇治島型総海艇、江田島は、津島型総海艇、江田島に次いで、日本の官邸としては三代目。また、淡路型の一番艦、淡路と二番艦、平戸とともに、海上自衛隊で最大の繊維強化プラスチック製、総海艦となる。船体に木材ではなく、FRP を使うことで、 やえ、山形とほぼ同じ寸法ながら軽量化された。FRP で建造した総会館としては、世界最大級となる。江田島は、平成29年度計画総会館306号館として、JMU 横浜事業所鶴見工場で2018年2月22日に、寄港され、2019年12月12日に命名、浸水。偽装工事と会場工務を経た後、 2021年3月16日に引き渡し式、自衛官機授与式が挙行され、収益。総海大軍第3総海隊に編入され、クレに配備された。浸水式の様子 ABC 海上自衛隊、HP 命名。浸水式、海上自衛隊の最新映装会館、エッタ島が浸水。日本の技術の結晶。高橋光介。ヤフーニュース。 2019年12月12日閲覧。最新映像会館、エタジマが、収益、開示鑑定最大の FRP 製戦隊高橋光介、ヤフーニュース。2021年3月16日閲覧。最新映像会館、エタジマが、収益、開示鑑定最大の FRP 製戦隊高橋光介、ヤフーニュース。 2021年3月16日へつらん。ありがとうございます。